タニスジェシカルイズ・ベルビン・ホワイトはカナダ・オンタリオ州キングストン出身、アメリカの女性元フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックアイスダンス銀メダリスト。パートナーはベンジャミン・アゴスト。夫はフィギュアスケート選手のチャーリー・ホワイト。父親はエンジニア、母親は衣装デザイナー。オフシーズンには雑誌等のモデルとしても活動している。 ソチオリンピックアイスダンス金メダリストのチャーリー・ホワイトと2009年から交際を始める。2014年6月にプロポーズを受け、2015年4月25日に結婚した。2017年12月に第一子となる男児を出産した。カナダでスケートを始めた当初は、ペアかアイスダンスのどちらにするかを完全に決めていなかったが、1999年に、 アメリカのデトロイトへ拠点を移した際、現在のパートナーであるベンジャミン・アゴストと組み、アイスダンスの選手として本格的にスタート。その後、2000年世界ジュニアフィギュアスケート選手権にて16歳にして銅メダルを獲得。2002年の銅選手権では金メダル。同年の全米フィギュアスケート選手権では銀メダルを獲得し、トップスケーターとしての頭角を表してきた。 しかし、全米フィギュアスケート選手権2位という成績を収めていながら、ベルビンがまだアメリカ国籍を取得できていなかったため、同年のソルトレイクシティオリンピックの出場権を獲得しつつも、出場は叶わなかった。その後も、主要な大会において、好成績を収め、多くの選手が20代後半にアイスダンスのトップクラスになるのに対し、20代前半という非常に、 若い年齢でトップクラスの選手となった。また本来であれば市民権獲得予定の2007年まではオリンピックへの出場はできないはずであったが、それまでの好成績と関係スタッフやファンの単案によりアメリカ議会が動き2005年12月28日に議会の特別法により申請より5年を待たずに市民権を取得し2006年トリノオリンピックに出場。 アメリカの国民の期待に応え、見事銀メダルを獲得した。2006から2007シーズン、中国杯で優勝、ロシア杯で2位となった。全米選手権で5連覇を果たし、4大陸選手権では2位、2007年世界選手権では2年連続の、銅メダルを獲得した。2007から2008シーズン、スケートアメリカと中国杯で優勝、グランプリファイナルでは2位となった。 全米選手権では6連覇を果たした。2008年世界選手権では、コンパルソリーダンスで検討があり5位、オリジナルダンスでは4位、フリーダンスでは3位と巻き返しを図ったが、総合4位に終わり、4年ぶりに世界選手権の表彰台を逃した。シーズンオフには、イゴール・シュピルバンドとの指定関係を解消し、新たに、ナタリア・リニチュクと、ゲンナジー・カルッポの祖父をコーチに迎えた。 2008から2009シーズン、スケートアメリカと中国杯で2位、グランプリファイナルでは、オリジナルダンスの後に、アゴストの怪我により危険した。その後の全米選手権もグランプリファイナルでの、アゴストの怪我により危険をしたが、2009年世界選手権では、コンパルソリーダンス2位、オリジナルダンス1位、フリーダンス2位で、総合2位となり、 世界選手権で二つ目の銀メダルを獲得した。2009から2010シーズン、中国杯とスケートアメリカの両方で優勝して、グランプリファイナルの出場権を獲得したが、自身の親知らずの治療のために出場を辞退。2年ぶりの出場となった、全米選手権では前年優勝者のメリル・デイビスと、チャーリー・ホワイトの3つのダンスのいずれのスコアも上回る、ことはできず、 7度目の優勝を逃した。2度目のオリンピックとなったバンクーバーオリンピックでは4位に終わった。五輪後に現役引退を表明し、スターズ・オン・アイスに出演するなど、プロスケーターとしての活動を始めた。振付師としてはハンナ・ミラーらのプログラムを担当した。フィギュアスケートだけではなく、NBC のスポーツリポーターとの仕事も行っている。ありがとうございます。